ルネルド・ジラルダンボーボーの公爵は、ジャンジャック・ルソーの最後の死とで彼は、エルムノンビルに、フランス最初の風景式庭園を、ルソーの遺影に触発され策定。また著書、デラ・コンポジションでペイスジを観光し、フランスの近代的な庭園のスタイルに強く影響を及ぼした。ジラルダンは、旧フィレンツェのゲラルディーニ家ケからの出自で1762年には、 ボー,ボーの公爵の称号と母方の富を継承。遺産は30万リーバースあり、エルムノンビルの800ヘクタールの敷地などの土地は1年で約10万リーバース収入をもたらした。ジラルダンは、ルイ15世時に軍の将校となり、7年戦争が終わるまで奉職。その後軍を去り、ルネビルに渡り、そこで、スタニスはフレシチニスキ率いるポーランド裁判所に入所。 1761年に彼は、ドレーヌというシーセルブリジテイデラドバースラット、マーレー・シャールデ・キャンプス・イアーム・キャンプス・イタミスの娘と結婚し、4人の息子と2人の娘を授かった。長男、シースリ・スタニスラズ・シャビエルは、スタニスラス王の祖であり、フランス革命の間に重要な政治家となり、1791年から1792年まで、フランス国民議会のメンバーとなる。 王立劇場がジャック・ルソーの思想を嘲笑する演劇を発表した後、ポーランド法廷を去る。彼は3年ほどストー庭園などを見に、イタリア、スイス、ドイツ、イギリスを旅した。彼はストーはあまり好みではなかった。それは様々なスタイルのコレクション庭園で自然に反すると感じていた。一方で、イギリスの詩人、ウィリアム・シェンストームの庭園・ザ・リーソススを、 大いに称賛した。1764年創設のエルムノンビル彼の庭1776エルムノンビル内のジャンジャックルソーの墓1762年にエルムノンビルに定住し、自然の中の人間の場所についての彼の哲学的及び社会的な考えを解くために新しい庭園をデザインし始めた。庭園は小さな川、アウネッテに沿ってレイアウトされ、 自然によって生い茂った一連の池を設け、哲学の神殿のような象徴的な建築物でそう、された理想的な自然を示して構成した。知識の探求が決して完全ではないということを示すため、未完成のままにした。この仕事を手伝ってもらうために、イギリスから100人の労働者とスコットランドの庭師を連れて行き、自身が望む像の絵も多く描いた。 ユベール・ロバートもエルム・ノン・ビルに来て手伝っていた。ロバートはルソーの慰霊碑人、おそらく哲学の神殿を手掛けた建築家と見られている。庭園は1776年までに大部分のレイアウトが出来上がった。ジラルダムは長い間、ルソーの作品を称賛していた。彼はルソーの原則に従い、エル・エミールで育ち、ルソーのルネサスの曲をスピネットで演奏する息子と共に、 パリのルソーを訪問。公園の一部は手をつけずれデザートと呼ばれ、ジアナー・ハードンは、ルソーの小説に、ジュリーのエリゼをモデルにした、ラヌーベル・エロイーズにおける、ルソーのために家を建てるために始めた。ルソーは1778年5月に庭園を訪れて魅了され、岩に囲まれたかやぶき屋根の小さなコテージに泊まった。これは、ルソーの小説からジラルダンによって構成された。 設定である。ルソーは1778年7月に亡くなるまで、コテージに宿泊した。おそらく、ユベール・ロバートによって設計され、ジャック、フィリペル・シュールによって彫刻された、ルソーのための墓が制作され、その墓や庭は、ルソーの賛美者のための巡礼の目的地となった。賛美者は、オーストリアのヨーゼフ2、オーグスタフ3世、スウェーデン王、後の皇帝ロシアのポール・アイ、 ベンジャミン・フランクリン、トーマス・ジェファーソン、ジョルジュ・ダントン、マクシミリアン・ロベス・ピエール、フランソワルネド・シャトー・ブリアン、王妃・マリー・アントワネット・ナポレオン・ボナパルトなど。1794年10月11日、彼の遺体は除され、パリのボルテール遺跡近くパンテオンで再収容される。亡くなった時彼は、レ・コンフェッションズと、ルズレバース・デュ・プロウモン・ア・ソリティアを含む、 最重要作品の原稿をエルムノンビルに残した。ジラルダンとルソーと他の二人の友人は1780年から1782年の間にジュネーブで出版された彼の作品の完全版を用意した。この審判はフランス革命に至るまでの数年間にルソーの考えをフランス中に広めることに大いに貢献した。ジラルダンは急進的な政治思想を持っていた。 1777年から1780年間に彼は王政征服者最後の首相であるベルティエに対する訴訟を起こした。彼は王族の徴税人を農民の抑圧者そして国の餌の創造者と呼んだ。抗議運動として1787年に彼は自分の公園への入り口をあなたのカリたちから遮断。このために彼は フランスのマーシャル評議会に呼ばれて出席され、このため逮捕されないようにイギリスとベルギーへ任されることになった。ジラルダンは1789年の革命後にフランスに戻る。彼はルソーの考えを支持する政党に入り代表議会を望んだ。彼は1790年にヤコビンス党の党員になる。翌年彼は王立軍の廃止と市民の民兵による痴漢を 提案するパンフレットを発行。別に発行したパンフレットには、すべての法律が公衆から承認されることを求めたが、彼は、パリのシャンド・マルス公園で1791年7月17日に起きた虐殺劇によって政治に幻滅。彼は、政治界を去り、遺産であるエルムノンビルの地に引っ越した。1792年に自身と妻は逮捕され、 1794年9月まで彼らの子供たちも倒木された。住処と庭園は食い打ちされ、この時にルソーの遺体がエルメノンビルの庭園からパリのパンテオンに移された。エルムノンビル村人の行動に幻滅したジラルダンはバーニューイエーの家に移って隠居、そこに移ってからデラコンポジションでペイズジを再出版した。1805年にはそこに小さな庭を設け、 1808年に制御した。ガーデニングに関する教科書デラコンポジションでペイスジは1777年に出版され、その後ルネルイ・ジラルダンという名前で1805年に再発行された。本の巻末に彼は庭の目的についての見解を記載した系の構成は国の道徳的原則の更新への道を開くことができると表した。 最後の章にはあなたは真の幸福を実現したい場合のみに該当すると長期的な効果を持つことになりますのであなたは常に最も簡単な手段と自然のものに最も近いアレンジを求めなければならない。庭園は絵画のような一連のシーンで構成されるべきだと述べていた。それぞれが感情的な回をもたらすために異なる視点からそして異なる 時間帯でももたらせるようにシーンごとに設計されており、いくつかのシーンは孤独を呼び起こす。ある人は牧歌的な生活の喜び、ある人は調和と無邪気の理想を呼び覚ます。これらのシーンは驚くべきことに、一連の異なる形式を見ながら、庭を通る曲がりくねった道をたどることによって発見されるでしょう。彼はこの庭を作るという考えを。 農民が自身の土地を所有する新しい農村社会組織のそれと結びつかせたのである。ありがとうございます。